はい、皆さんこんにちは。ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル。今回は、彼女キャラのユッキーをお借りして、円卓高校野手でやっていきたいと思います。顔がこれなんですけれども、センス丸のサボり癖なので、サボり癖はとっとと直しましょうと。で、デッキの方は、ガチャをね、まだ引いてはないんですけれども、ユッキー、お借りしてます。で、ちょっと一回使ってみましたということで、イベントリストは結構埋まってますねと。基本的には彼女キャラなんでね、彼女キャラの、テーブルになってて、固有が何かっていうところは、一緒に練習すると経験点アップという感じになってます。で、金徳の方がですね、一応ちょっと、まだガチャを引いてないんで、見てないんですけれども、見てないというか、その動画で紹介してないんですけれども、投手の場合は、強心臓になります。で、野手の場合は、選択で、代打の神様かアイコンタクトという形です。で、今回はサンタホムラちゃん入れてますので、アイコンタクトを取っていきます。で、もう一つ、これもね、ツイッターとかで結構、噂になってるというか、あれなんですけれども、さっちゃんとのね、コンボがあって、で、さっちゃんとのコンボで、不確定ではあるんですけれども、独身術がね、取れるということになってますので、今回は野手で来てます。で、あとさっちゃんは、こちらも金徳が選択制になってまして、1級入魂か上り竜というところなんですけれども、なるみをね入れてるので、今回さっちゃんは1級入魂でやっていきますと。あと、アイコンタクト取る関係で内野手なので、モード君は、安定のね、術師狙いでいきます。で、あとは、エプレミちゃんを入れてますというところです。これでやっていきましょう。で、サボり癖だからな、最初どうするって言われたら、どうするもこうするもないんだけど、とりあえずここやろう。ちょっとね、体力減らしておいて、で、次は体力を回復させたいんで、ここでサボり癖を、もうコツ見たらなんか、あれになりそうだから、治んねえし。1回で治んないのがね、超嫌だよね。人集めもしなきゃいけないしな。筋力3人、小村ちゃんか4人、精神が2人、監督評価小村ちゃん、ちょっといろいろコツ潰したいのがあるけど、まだ潰せないと思うんで、練習をして意外性、いいか。監督最初絶対直してくんないよね、サボり癖。1回目でさ、その怒られて治った試しがないんだけど、確率かもしんないんだけどね。で、派遣はしておこう。今回はモード君1人なんで、1回真ん中のエピックをやる必要はあるというところですね。で、そう、1回ね、さっちゃんとのコンボやってみたんですけど、独身術くんなかったっす。ここどうしようかな。肩、体力はちょっとやっておきたいっていうか、なんていうの、その通過させてレベルを上げたいんで、ここがね、2人評価上げられるんだけど、打撃のね、練習レベルも上げときたいんで、まずはここエピック1を回収して、モード君の異物ですね。で、これはやってみるにしておこう。よくわかんないけど経験ってもらいましたと。早い、ちょっと早い。エプレミちゃんはね、どうしても総力依存になってくるんで、人が足りねえ。この間に次のね、左上のエピックにさ、宝石がついてんな。あれ育てるか。じゃあ右上のエピックを回収しよう。2回終わらせて金徳イベントを出すというのが狙いになります。そう、それでね、西洋イベントとかで結構評価が上がっていくんで、今回は、そう、ちょっとなんかいろいろごちゃごちゃになって申し訳ないけど、まずお守りを持ってきてませんというのと、練習後のイベントが、なんか固定でね、3、4回あるみたいなんで、これも結構経験点が美味しいですという感じになってます。で、4回目とかでラブパワーが発動するのかな。まあ、そこら辺の細かいイベント内容については、まあ、ちょっとネットとかで確認してみてくださいというところです。異物やります。で、またね、やっぱ人集めは重要なので、で、ユッキーはもう評価乗ってるな。やっぱ PSR を借りてるから早いよね。で、やる気を1下げるんだけど、まあ、どーもくんもいるしな。1、2、3、4。やろう。スカートさん評価も上げつつ、やる気の1くらいなんてことない。女子会行こう。これは持って持ってになれるんで。なれなかった。早い。ちょっと野球のリズムマジで早いな。これ取れないな。初期状態だとね、ほんと成功しないからな。いいとか全然ダメだ。これ29しかねえや。敏捷ポイント。そう、この編成はね、ちょっともう一つ欠点があって、要は金徳不確定組がね2人いるんですよね。なるみとエプレミちゃんの。そこがちょっときついところかなということで、金徳1個ミスるんだったらどっかでやっぱり補填したいんで、独身術が欲しいというところだよね。で、どーもくんは守備職人からの魔術師を取りに行きます。で、エピック1は通過させたい。あとは取れるものを取っておきますか。悪球、意外性、代打、ホーム突入、まあ、いつもの通りなんだけどね、ムードが取れない。臨床ポイントが全然足りないわ。あとトールやアシストっぽい。速攻。特に今回1000丸なんでね、コツは取った段階でどんどん潰していっちゃっていいと思うんですよね。開けない、体力回復で、ちょっと待ってね、左上っていうかエピックを終わらせたいのよ。なのでだな。ここ寝るか遊ぶか。寝るか遊ぶかっていったら寝よう。告白、これはまあ上ですね。デート誘えるようになりましたと。さてここでエピックは回収します。ほい、人を回収しつつエピック回収で、異物、あ、違うそう、なんだ間違えちゃった。異物2つこなさないとあれが出ないから、そう、異物を出したかったの。2つこなして異物を取って、で異物を終わらせて、あれだからなんかちょっと最初説明がぐだっちゃって申し訳ないけど、汲み取って、ちょっと俺の言いたいことで、2か。敏捷ポイント足んないけどな。敏捷ポイント足んないけどな。やっぱり3で回収したいからね、なるべく。で、話をしよう。これなんだけど、協力する。で、一応独身術に進んでいきますけど、どうなの。お、ダメっぽい。ダメでした。取れませんでしたと。じゃあどうしようかな。ほい、まあ、どれくらいの成功率かっていうのはまだ見てないんですけど、今のところ2回やって2回とも失敗してますね。でかつ、なんていうの、1回目やった時にはなんか2人の評価が下がったんだよね。だ、成功してかつ成功するみたいな、そういう感じにならないと独身術は取れないんじゃないかとちょっと思ってます。まあ、そこら辺は、まあ、皆さん方がいろいろ研究してくださると思うんで、そういう情報を待ちましょう。で、よろしくお願いしますと。で、ホムラちゃん、走力一応いいまでも全然ダメだ。臨床ポイントは足りなすぎる。とにかくで2か。ちょっと待ってね、異物2つ終わらせないとあれが出ないんだ。やっぱりおとなしく通過させよう。ユッキーいいねいいねいいね。これは2回目ですね。体力は減った気がする。で異物が2つ手に入ったので、これで金徳イベントが起きると。1で起きてくれれば結構嬉しい。左上は西欧異物じゃなくて聖杯イベント。へっすら潰してねえわ。で超お宝探しでしょ。デートもね結局は7月入ってからまとめてやっちゃってもいいんだけど、これは回収しよう。3が回収できるんで。でその前に本当にまた潰す。粘りも2でいいや。でヘスラムードプレッシャー欄こんなものかな。打球伸び潰そう。結構ね技術がね余るんだけどね、2段階潰せなかったわ。これやっておこう。気迫ヘッド。さてそしていきます。よし割と印象が手に入った。で作ってみせると。これはなんか依存があるのかな。イベント内容的にはなんかカッキーンって言ってるからミートか、それともなんか妄想の世界だからあれから補給とかなのかな。まあ謎っぽいやつあげとこ。いい総力90必要なのか。敏捷ポイント全然無理だわ。ミートちょっとあげとくか。まあ、ミートはね、上限突破します。で、ちょっと無理っぽいんで、無理っぽいけど、筋力3が回収できんのか。せっかくね、来てるけど、ここで人が、あれか、使おう。カロリーバー。やっぱ、敏捷足りないからね、回収しよう。また速攻かよ。これは確実にもう速攻潰しだね。で敏捷よし速攻で回復も入るか。でもクリスマスっちゃクリスマスなんだよね。ホワイトクリスマス、まあ、経験点はここはちょいちょいか。でこれをもう一気に打撃できます。で打撃レベルはもう5。回収しちゃおっか。やっぱりここはほい。これで聖杯イベントが出てくれればかなりいいんだけど。 OK 聖杯のありか。しかもで広角打法も回収完了。これ筋トレよっしゃーって言ってるけど、おおかなり掴んだね。初級骨かげちょっと待って1人かよマジか。お守りがないとちょっとあれだねやっぱり気にしないとダメか。お一人になってしまった、悲しいことに。でそうするとせっかく5なんだけど、ちょっと上げていきたいレベルを。筋力か走力かって言ったら、まあ、どっちもどっちなんだよな。走塁がレベル上がりそうだね。結構やってる気がするから。その前に例によってコツを潰しましょう。効果カス3で OK。 どうだろうね。1000丸ついてるからとはいえね、精神を例によってあんまり使いたくないんだよ。アイコンタクトがあるからね。守備職には1で OK。精神を使わない系を潰しとく。追い打ちとかね。インコースアウトコースはこれ勝ち合うからね、悲しいことに。打球伸び、技術もね結構ねいくと思うんだよね。接戦も潰しちゃうか。かく乱敏捷はなスイープで使うからな、持ってかれるんだよね一層。まあ、こんなもんでいいや。とりあえずで何するって言ったっけ。あ、こちら走塁初撃。危ねえ、もうサボり癖2回とか勘弁して。なんだこいつは不眠症になった。まあいいや。メンタルかさっちゃんかやっとこう。コツがあるんでちょっとやっておく。リベンジでピック完了。気迫ヘッド、これで OK。 結構成功率高いよねこいつで。5か評価上げっていう感じでやっちゃう。いやもったいないよな。1の回収はね本当にもったいない。気迫ヘッド、いや置いとこう。何取ったんだっけさっき。あ、リベンジだ。衝撃か置いとこう。光りまくってんな。コツか、コツだったら取っちゃってもいいかな。コツは1でもいいか。回収しよう。気分屋とかいっちゃいられるのが来た。これが放っておいた代償だ。でピック探索じゃなくて聖杯探索して5、まあ、2か、まあ、いきますか。上り調子 OK。 練習、まあ、ピン賞ポイント。さてこれはどうしようか。矢部君逆境だっけ。なんか手に入ったような気がする。逆境やる気は下がったけどね。でここでちょっと敏捷ポイントが溜まってきたので D にしておこう。 C までいけ、あ C にいけんな。ちょっと C にしておこう。さあそしてあと手に入れたのは上り上司、これも回収しちゃう。でメンタルだ、うわーとか思ったけど、なんてあれかびっくりした。プラス190は点の回収か。ダブルタックとかトリプルタックが来て190になってるのかと思ったら違ってた。3回収できるのか。でもエピックさんこれは使おうってやって、いぶしぎバレンタインで回復してもらう。デンタクルスの秘密、打球伸び。打球伸びはもうつかもう。これ頼むぞこれ。あ、まだか今回結構あれだな、いろいろと言い間違えてるところが多くて申し訳ないです。味ありがとうございます。でデートが進んでるとなんかちょっと本命チョコっぽいのもらえるみたいですけれども、まあ、別に経験点はね結構くれるんで本命まで進める必要もないと思います。無理してね。さてじゃあどうしようかと。ここは次回転が来るんでデートをしちゃいましょう。特にタックが来てるわけではないのでやる気を上げてほしいな。ここだ、ここ OK。 とりあえず成功した。で聖杯ゲットしてレベルが上がって、あとはどれだけ回収できるかだよね。頼む野球のリズム、パクパクパク。多いね。まあ C くらいまで上げるとね割と安定すると思います。いぶし銀小村ちゃんいぶし銀を持ってるんで、いぶし銀は回収します。100ヒットとか取っちゃうか。1級入魂はさすがに置いておく。まだ初級が来てないんで。で、魔術師逆境いくか。1で362。決して余ってるわけじゃないからな。打球伸びはもう回収する。上り竜いきますか。で、打開もいく。重いスイープ。衝撃もいきますか。さて、小村ちゃん、お、何気にダブルタックだったね。で、内野安打。眠れない。そういえばそうだった。すっかり忘れとったわ。ペンタクルス今どうなの？進んでいく頃にはもう一回どうしようかな。ちょっと悩むな。3になって何ターンだ？ 4 ターンか。まあいいや。じゃあやっちゃおう。おい。いけ、何なんだ、潰すの忘れた。なるみくんはね、野手の場合は練習なんで。ここはもう死んでしまうからデート。2回目これ評価が下がる。そう、なんか評価が下がるんだよね。なんか俺この前下がんなかった気がするんだけど、気のせいかな。評価が下がった分を取り戻した。ここで体力削られるの厳しいな。14% か。いや、これ行きたいわ、一気に。あれがね、終わる前にちょっとなんとかしときたい。最大まで使ったとか。ギャー興奮症とか。ちょっとレベル上がっちゃうけど頼む。よし、まあまあまあ、もうしょうがない。もう一旦遅らせてもよかったんだね。じゃあで、あと何もないから回収に回収を重ねるか。じゃあで、基礎値がねまだ全然しょぼいんだよね。あと守備コツをねくれるんですよ、デートで。だからちょっと守備は置いときます。守備コツ2って言ってるけどさ、2ってどれくらいなの？軽減率が。で、異物が来たので異物を回収しましょうと思ったけど、剣かー。マジかー、欲しいなー、メンタル。人だな。ちょっと人を集めないといけない。よし、ここも攻めよう。お前か。気迫が下がった。攻めた結果2人、調査人数8人か。いけるね。よし、剣も4ターンかかるからな。ってことはやっぱりなるべくレベルを上げておきたいけど、なんかコツがいっぱい来てんな。何なんだ。で、内野安打。あ、ヒッターがない。チャンスメーカー。満塁も安っ。ささやきはちょっとやっぱ厳しいよね。ほい、ハイボールヒッターの方か。勝ち合う系はね、潰すかって言われるとなかなか悩むよね。で、回収できるんで回収していきますか。ユッキーマジでさ、縦ごと評価が低い。ハイボールヒッターとローボールヒッター両方来たしあ、ダブパワー発動した。ダブパワー発動したけどさ、こういう時にさ、あれだよね、来てくんないよね。ちょっと待ってね、レベルを上げていこう。ポイントのうまー、こういう時に来るか。技術使いすぎたな、最初の方で。まあいいや。どんどんレベル上げていこう。窮地。1番ショート。ミートが高いからね。でもこいつもう独身術取れなかった段階でちょっと微妙なんだよね。少なくともパワチャレ用の選手にはならない。まあ、ミート上限上げて独身術があれば、まあ、ワンチャンパワチャレ用の選手になったかなと思ったんですけど、独身術次第だね。それ考えると不確定金得組を2人入れるのは厳しいよね。独身術合わせれば3ってことだから、ちょっとレベル上げてえな、ここら辺は。ただイプレミちゃんか。悩むな。いや、取っちゃおう。で5月、何もない。もう一周できる？厳しそうだね。これ3回目。ここで守備力か。じゃあ守備も上げていきますか。技術足りない。技術パワー上げるか。パワーはじゃあ一旦 C。 よし、回収に入るか。人が少ないからな。レーザービーム2個取り出し、最大までとかで馬、一応馬回収するか。そうすると上げよう、レベル上げ。広角打法とかくれんの？練習後のあれがすごいね。まあ、そういうの作らないとね、ちょっとなかなか他のキャラと差別化ができないからね。回収しますか。チャンスコースか。でどんどん進んでいくか。もう2で回収しよう。待って、あと2ターンか。いや無理だ、馬無理だな。これはもう無理でしょう。じゃあ一応上げてくれた。でこれも2が回収できるから回収に走るか。こっちはこっちしよう。パワヒが欲しかったんだよね。一応モード君が持ってるとはいえ、うまっ。馬の効果がもうほとんどなかったな。一応来たは来た。最後回収するか。じゃあ全部レベル1だからね。であとはデートをする。で聖杯を調べていきましょう。ああしまった、ドームくんからパワーヒッター欲しかったけど、まあいいや。やらないのも一つ手だからね。さようなら。で精神のタックが来ることはもうないんで、おいおい102まで一応上げます。パワーチャレ用に。じゃあ一回オール C にしておくか。出かけてと、これで4回目。あれこれ何これ選択肢があったっけ。デートの4回目 ?1234。なるほどな。逆境。そうなの連打。じゃあ下にしとこう。で、試合はサク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 やっていきますか。パワー比がないからね、ちょっとパワー上げとく。 B。で、タックが来なければデートだね。タックが来たら、まあ、タックをやっていきましょう。来てる。ユッキーいるし。って言ってももうイベントはこなしたんだよね。多分4回がマックス。13%。ちょっと怪我しても怖いから、最終デート終わらせちゃいますか。あ、ちなみに殻があるのかどうかは分かんない。今のところ殻は出てないけど、2回しかやってないからね。で、重心にするとアイコンタクト。まあ、1か3。でずらすと、代打の神様。これはコツ2が確定してんのかな。ほろあ、どうなの。え、かなり掴んだ。やった。ほい。じゃあ取ってきるな。ガースイープ。もうコツ取れないよね回収。窮地にアイコンタクト。まあ3であればまあまあか。で、あとは一応レーザービームせっかくだから取る。高速チャージもいらないけど取る。帳尻合わせ。で、補給は B にしておくか。で、守備力もせっかくだから欲しいでしょ。で、肩も欲しいでしょ。パワーも A にしておこう。よし、あとはこっからどこまで伸ばせるかと。1球入魂野郎。初球からホームランを量産するメンタルだね。これはちょっと。あと何。あ、送球も持ってんだ。あ、そうか、さっちゃん。そうだね、キャッチャーでやろうとするとキャッチャーコツ持ってないからあれなんだけど、貴重な送球コツをね持ってるんですよね。石液か。じゃあまあせっかくだからやっぱり送球もね必要だからね、ショートにとっては。パワヒがねないのがね心残りなんだよね。タッグが来てないし。精神はな、独身術使わないことになったから若干あんまり気味。一応独身術を取るっていうことも考えての編成にしたんで、まあ、それがなくなった今となっては精神が余ってるという。危ねえ。9回でサヨナラホームラン打てなかった時マジかって思ったけど、とりあえずなんとかなった。筋力か走力か。ちょっと走力稼いどこう。そして闇の能力的にはこんなもんでいいか。で、チャンス、じゃあせっかくだから取ろう。パワーヒか。直取りするかって言われたらちょっときついよな。固め。いけ、一球入魂。1級入魂もね、結構精神使うからね、何気に。連打も取りましょう。ささやきかー。で、敏捷があるから、かく乱とかっていうのもありだけど、技術を使う。本類生還か、これにしよう。で、あとは一旦置いとこう。エピログ経験等で調整します。あんまり打てんかった。とりあえず勝ちは勝ったんで受け決定補充しておこう。303030か120ポイント。これは経験点は甲子園優勝分。でエピローグ。エピローグはまあ普通ですね。で穂村ちゃんからもエピローグをもらって、で最後にちょびっとばかし経験点稼いで、お1万超えた。確かに今回結構経験点の回収も良かったからね。では、代打の神様回収して、独身術ないのやっぱり悔やまれるね。じゃあ総力上げられるか。どこまでいける？ちょっとじゃあ守備を上げよう。肩も上げよう。で補給もじゃあ上げとくか。敏捷は無理だね。で意外に筋力が余ってるから一発逆転取って、あと精神系かなんかある。競争心ラッキーセブン。ささやき破りもじゃあせっかくだから取りましょう。あとはじゃあラッキーボーイ。ちょっと下からいってるけどさ、バントはいいや。流し打ちもまあそれなりだな。怪我しにくさ。じゃあせっかくだから走塁。あとなんかある？気分屋はマジでいらない。まあこんなもんでいっか。で技術と精神だから、じゃあ守備でも上げとく。せっかくコツ掴んでるし。まあこんなもんかね。というわけで、まあさすがにね1000丸があったんで、SS1 という形に届くことができました。あとそうだね、独身術だね。成功率どれくらいかわからないんですけれども、ただこの編成だとね、独身術ナルミエプレミちゃんっていうね不確定要素がちょっと高いので、まあ、それを全部成功させようとすると相当厳しいことには、なると思います。だからまあ独身術を取りに行くんだったら他の人たちはちょっと金徳確定組で行った方が、まあ、ストレス的な問題では少ないかもしれませんけれども、まあ、ユッキーはね、練習後のイベントがね、あるんで、それが強いですね。まあ、それを含めると、まあ、かなりいい彼女キャラではあると思います。まあ、だからどっちかっていうと野手向きですかね。代打の神様を取れるんで、まあ、代打の神様が被らなければ基本代打の神様を選んでいけばいいと思います。まあ、結構代打の神様もね貴重なんで、まあ、くれる人がそこまで多くないので。まあそんなわけで、今回はじゃあこれで終了したいと思います。なんか途中のね説明のところがいろいろぐだっちゃって申し訳なかったですけれども、まあ結論としては、まあ、ユッキーは、強いので、ガチャの方はじゃあ次回引いていきたいと思います。そんな感じで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。